はいそれでは始めさせていただきますはい大丈夫ですか大丈夫ですか <laughs> はい今こそ定線をシースファイヤーナウという呼びかけをしております今こそ定線を呼びかける人たちという日本の市民の集まりですで記者会見を始めさせていただきます今回は前回4月5日に 行った記者会見その後というタイトルなんですけれどもクラウドファンディングや署名集めもしておりますで進捗どうなったかというのをお伝えするということでちょっと失礼しますということで、えー、始めさせていただきます、えー、まず登壇者の方々をご紹介します、えー、伊勢あちら側から伊勢崎健二さん和田春樹さん幅久美子さん 鈴木邦夫さん前北宮子司会させていただきますそれでは肩書きを言ってませんでしたけど言った方が良かったですか大丈夫はい。すみません2時まで1時間ということで,でクラウドファンディングの説明からしてもよろしいでしょうかでただいま残りが13日となっております5月7日の日曜日夜23時59分までなんですけれども 今集まっているのが目標金額264万円うち支援金額123万1500円支援者の数が122人残りあと13日ですなんとかこの13日でこのクラウドファンディングは意見広告を出すという G7 サミットが5月19日から広島で始じました。 ありますけれども、この G7 で集まる首脳の人たちに向けた意見広告というものを出そうと計画しております。こちらです。えー、これ今まだ案なんですけれども、実寸のあの新聞広告になってます。で、これ英文と日本語文、そして支援してくださった方たちのえっ、ー、と希望者のお名前というものが、えー、あります。 シース・ファイア・ナウ、今こそ停戦を広島サミットで来日中の首脳の皆様、武器供与で戦争をあおるのではなく、ロシアとウクライナの停戦の交渉のテーブルを作ってくださいという大きな文字で書かれております、この、えー、全面広告っていうのをぜひ出したいということであの、協力を呼びかけています。 ぜひご協力ください。もうちょっとです。四十六パーセントなので、まだあと五十四パーセントあります。ドキドキ毎日眠れません。はい、そして、えー、電子署名の Change ドットログの進行状況を鈴木邦夫さんから説明していただきます。お願いします。はいえー、署名あのー、進めております。えー、現在数で二千八百二十でございます。今朝の段階で二千八百二十。 であのやっぱりこの,この内容というのはちょっと難しさがあることの反映かなと思うんですけれども、あのまあ、今後、伸びていくかなと思います。はいあのえー、各国大使館にですね、まあ、G7 の各国大使館に持っていく、日本政府に持っていくということを考えております。これは後から説明があると思いいますはい もう二週間なのでもう今週来週中には持っていきたいと思っております、はい、じゃあ和田先生お願いします、えーえー、和田幸と申します、えーえー、この私たちの桑立て につきましてまず最初にあの即時停戦今こそ停戦をというあの私たちの訴えはあ国際的な非難割を持っているとこういうふうに考えておりますそれで、まあ、一番顕著なのは、えー、ドイツの動きですドイツではあの、えー 停戦を求めるそういうい動きが4回ありました我々も日本でもううウクライナ戦争が始まった直後から3月15日の声明から4回今度私どもこの4回目の声明でございますがドイツでも4回やっています。で、えー、ドイツでは「緑、まあの塔の長老だった「緑の塔」の長老だった。 フォメルという女性の方が最初から中心になって進めておられましたその方はもう4回目の生命に加わられた直後3月に亡くなられました、えー、生涯をかけてなさった行動だったと思いますで、この一番最後のものが本年の1月に出ました、えー、それは 2月の10日ですね2月の10日に出ましたそれは小ョツ首相が最終的にレオパルドにという新鋭戦車を提供するということに対する批判ですそれでそのような武器を供与するということをやめてそして停戦の方に そうならないと世界戦争になってしまうというそういうような危機感を答えて声明を出しましたドイツの左翼党という最左派の政党ですが議会の中で30の議席を持っている一番小さな党ですがその党を中心になって声明を集めましたところ署名を集めたところそれは 2月ののううちにに万77万の署名だということいこなっておりますでドイツの中の相当,相当の部分の国民の中にその意見が起こっているとでそういうものとショルツ首相は対面しながらしかしやはりウクライナに戦車を提供しなきゃならんということでしているとこういう 対峙状況我々の方の声明についてそして4回目の声明につきまして今度は G7 の広島の会議に各国首脳バイデン大統領それからイギリスのスナク首相をはじめとして G7 ウクライナ戦争を進めている。 その勢力の代表者が集まりますそこに対して我々の意見を出そうということでありますがこの我々の声明の趣旨のうちのもちろん一番重要なことは今すぐ停戦をということを呼びかけているので G7NATOEU の国々は戦争のために武器を提供するということではなくむしろ交渉のテーブルを用意するように努力してほしいということを言うのが一番の要求点です。しかしそれと同時にもう一つ私たちの声明としてはウクライナ戦争というものを 停戦の方向に向かって進めると同時にこのウクライナ戦争を拡大しないで拡大しないでほしいと拡大してはならないそういうことの主張であってで特に、えー、いわばロシアの、うん、ロシアのいわば後輩地にあるこの東アジア東北アジアにおいて、えー ロシアに対して軍事的な圧力を強めるというような形で、えー、この戦争のに対処しようとする動きには反対だということです、えー、そうでなくても東北アジアは非常に深刻なああ緊張状態軍事的な退治の状況にありますので、えー、ウクライナ戦争を ここの地域にに拡大するとということに対して日本はああ中国ともそして朝鮮ともそしてももちろんロシアともですが戦争をするということは考えていないと日本の政府の態度は少々怪しいですけども国民はそういう気持ちが全くないし。えー 中国との戦争、そして朝鮮、韓国との戦争というようなことになれば、それには戦わないと、国民は、そういうことを宣言するという、そういう声明になっておるということでございます。 はいえー、なるべく手,手短に、えー、いきます、えーと。この私たちの即時停戦のアピールに対して、さまざまな批判があることは十分に承知しております。特に停戦工作の実務家の僕にとっては、これ、全然初め,のこと初めてのことではないんで、でその一つの,その、そういう批判の一つ,一つに、なぜ G7 に向けてなのか。 停戦はロシアにこそ言うべきではないのかというものがあります、はい、はい、これは十分に理解できる批判でありますだからこそこのアピールのメンバーのほとんどが含まれる有料する歴史家の会は昨年7月に我々日本の研究者だけではなく 決着のつかない、つかない戦争において停戦が長引くことの痛みを誰よりも知る韓国、今日はメディアが来てていいいただいてありがとうございますそれを誰よりも知る痛みを知る韓国の研究者、合計総勢100名の有識者の連名で、ロシアの侵略行為を糾弾した上で、人道的観点から停戦のための対話の仲介を要請する声明文を、 国連事務総長宛てに送りましたこれが去年の7月ですその中の一節を読み上げます短いです言うまでもなく停戦は講和ではありませんまず武器を置き双方の間に非武装地帯を設定し殺戮と破壊を中止することです国連及び国際社会はまずこの停戦を実現すべきです そして停戦した後に協議交渉をはじめ講和に進んでいくのですがここでもより公正な条件を作り出すよう国連および国際社会は双方の間に入る必要がありますまた停戦を維持するために国際的な監視団の現地派遣も必要になるでしょう、まあ、ここで引用終あります続けます拒否権による 機能不全ということで、役立たずという批判を受ける国連安全保障理事会ですが、その前身の国際連盟の経験から、この拒否権とは、主要国の脱退による世界大戦の勃発、繰り返します、主要国の脱退による世界大戦の勃発を再び起こさせないための機能でもあります。ロシア中国を含む 各保有常任理事国ののの唯一の対話の装置が国連であり、その機能の自覚を喚起させるための日韓共同の声明文でありました。去年7月です。この声明文からすでに10か月が過ぎようとしております。人道回廊停戦、そして原発停戦、国連、または IAEA など、 国連組織が仲介する停戦が試みられてきました。第三国による仲介も模索されてきました。開戦直後、当事者同士の発意で停戦が模索されもしました。その意味で、停戦交渉の実務の観点からは、ミンスク合意などが試行錯誤されたドンバス戦争の延長であると、この戦争は、この戦争はそういうふうに捉えるべきで、 停戦工作は時期尚早であるとは決して、決して言えません。なぜかというと、紛争当事者にドンバス戦争からの学習経験があるからです。戦況が大規模に硬直する好機を逃さず、対話の再開ですね、あえてこの言葉を使います、対話の再開を目指すべきです。そして現在、戦況は東部バフムードの戦闘が象徴するように、文字通り、 膠着しております。そして今 G7 のリーダーたちが日本に集います。今回ロシアを含ま含まない G7 にあえて私たちが停戦即時停戦を訴える理由はただ一つ、このウクライナ戦争が G7 特にアメリカの代理戦争だからです。 この戦争の本質は代理戦争です。当事者が祖国のため命をかけてどんなに自発,的自発的に戦っていようと、自分が戦わずに敵を倒したい外部の主がいて、その当事者に武器、兵器を供与する限り、それは代理戦争といいます。かつて冷戦期のアフガニスタンに、 社会主義政権が誕生しました。しかし、政情は安定せず、内戦に突入します。同政権を助けるために、1979年、国連憲章51条上の集団的自衛権を名目に、僕は悪用だと思います。アフガン侵略を決行したのが当時のソ連です。巨大な赤い侵略者、ソ連に、 圧倒的に威力な軽武装のアフガンの無茶ャヒたちは祖国のために死に物狂いで戦います大変な苦戦を強いられますが途中からゲームチェンジャーとなったのはアメリカが供与した最新鋭の携帯ミサイルですスティンガーですねこれは映画になっておりますトム・ハンクス主演のチャーリー・ウィルソンズ・ウォーですぜひご覧になってください ここから攻勢は,は逆転し、軍閥たち、無ャヒ人たちは10年をかけてソ連軍に勝利するのです。今回のウクライナ戦争では、ウクライナ東部のロシア系住民の自決運動を助けるために、同じ集団的自衛権を名目に、僕は悪用だと思っています。ロシアは侵攻し、侵略し、 アメリカと NATO の共有する兵器が現在の戦況を左右するゲームチェンジャーになっています。同じ構造です。学説上、僕は一応学者ですから、冷戦期の典型的な代理戦争として位置づけられている冷戦期のこのアフガン戦争を代理戦争と呼び、これ定着しております。現在のウクライナ戦争をそう呼ばないのはどうしてでしょうか。この戦争は ロシアによる一方的な侵略戦争でありウクライナは自衛をしているだけだ代理として戦っているわけではない命をかけた祖国への忠誠心を汚すのかという意見がありますしかしそれは当時のムジャヒティにとっても全く同じです彼らも祖国のため命をかけ今と今のウクライナとは比較にならない非対称の自衛戦を戦いました まさか、まさかですが、肌に色がある人々の祖国への忠誠心は、そうでない人種のそれよりも劣るとでも言うのですか。侵略者に対抗する精神、白人のそれの方が、有色人種のそれより尊いとでも言うのでしょうか。もしそうなら、これを人種差別と言います。繰り返します。人種差別と言います。以上。 ウクライナ戦争の代理戦争的側面を否定することによって、G7 諸国の紛争当事者性を隠蔽することは、ウクライナ一,平一般市民の尊い命にかけて、極めて悪質な政治的死行為だと僕は思います。続けます。アフガニスタンにおけるソ連の敗北後、ソ連自体が崩壊し、 このアメリカの典型的な大陸戦争は成功した格好になります。しかし、成功したといっても、この10年間のアフガン戦争でどれほどの人命の犠牲と破壊が行われたか、今、ウクライナにもそこまでの犠牲を強いるのですか、我々は。安全地帯にいながらそれを強いる、日本を含めた G7 の我々とは一体何なんなんですか。 これが G7 のリーダーたちへ訴えたいことですさらに代理戦争で供与された兵器は必ず戦争を再生産いたしますこの冷戦期のアフガン戦争でアメリカに軍事支援されたムジャヒティンたちはその後権力争いの内戦に突入し対ソ連戦争以上の破壊と殺戮をもたらします そして、忘れてはいけない。ムジャイディンの中には、後のタリバンの開祖となる村オマールと。アフガン人ではありませんが、海外からの義勇兵を率いていたサウジアラビア人のオサマビンラーディンがおりました。アメリカに支援されたこの者たちは、アメリカに牙を剥き、二千一年の九点一一を引き起こし。アメリカナトーを二十年戦争に引きずり込みます。 この間、アメリカの占領政策の一環で、私が日本政府代表として責任を負い、ムジャヒディーンたちの武装解除をさせた武器は、この冷戦期の対ソ連・アフガン戦争の時のものです。そしてご存知のように、2021年8月、アメリカ、NATO はタリバンに完全敗北します。繰り返します。 代理戦争で供与された武器兵器は戦争を再生産します。そして最後に、G7 リーダーが広島に集う意味についてです。それは彼らがしばしば口にするウクライナ国民の戦う総意への支援、総意について最後に述べさせていただきます。この戦争で犠牲となるのは、 ウクライナ人でも、それは彼らの自発的な、自発的な戦う総意なのだからという意見があります。総意とは一体何なんでしょうか。戦いたくない、それが妥協を意味してもこれ以上は嫌だ、平和を望むという声、そういう声はウクライナには全くないと、誰が言い切れるんですか。たとえそう思っていても口に出せない。 戦時の熱狂とでも言いましょうか、かつてそういう状況を経験した日本人だからこそ、この勝つという同調圧力の熱狂がどういう末路に至ったか、それを考えるべきなのではないでしょうか、そして訴えるべきではないでしょうか、その末路の象徴である広島に集う G7 のリーダーたちへであります以上です。 ありがとうございましたえっと質問ある方途中で質問したいという方いらっしゃいます後でも大丈夫ですかじゃあはい羽生、えー、でございます <laughs> よろしくお願いします、えー、2度目の記者会見ありがとうございます、えー、先日に申し上げたことが基本でありますけれども、えー、新しい事実も出てきまあ猶予ならなくなっているので 簡単に今最も重要なことを申し上げたく思います停戦はその段階での勝ち負けを論じるものではなく文字通り戦争を停止するということです何のためか沖縄語でぬちどうたからという言葉がありますけれども、うん、そこに住む人たちいる人たちの命を守るためでありこれ以上国土を交配させないためでもあります 現在3つのの危険な言いい換えの本質を見抜くべきだと思います、えー、現在世界の分断が始まっていて、まあ、アメリカイギリスそれから欧州そのものの内部分断そしてそのグローバルサウスの新しい動きというのを見ていないと思います1つ目、えー、最も危険なのはイギリスがこの3月の後半から レッカウランダムをウクライナに供与しているという事実です。そしてそれに対してロシアがベラルーシに戦術核兵器の配備を命じたという事実です。欧州の東端で核戦争の危険があります。まずはイスラ、イギリス軍のレッカウランダムの供与を中止し撤回すべきです。これが一つ目。 二つ目は今停戦すればロシアが東部ウクライナに残るので国境からロシア軍が撤退するまで戦争を継続すべきという今回 G7 のプレ会議で出した論理ですこれも国民の犠牲を考えていないと思います日本の雰囲気というのは最もアメリカに近いですがフランスのマクロントルコそして最近は中国のオーキーが 外相が停戦を進めています、えー、力が互角の時出ていくまで戦争を続ければ結局のところ膨大な死者が出ます先ほどのぬちどうたから人々の命を守るために戦争を即時停止すべきです3つ目はアジアアフリカグローバルサウスの動きです、えー、これは国連総会で繰り返し、えー ロシア・ウクライナ戦争に関するあの、えー、決議が行われた時棄権するないしは反対する、えー、欠席するほぼ50カ国です、えー、人口で言えば世界人口の3分の2を占めます停戦と交渉を求めているというのが彼らの、えー、基本ですいわゆる G20 ここには中国、インド、はセア a そしてブリックス諸国がすべて含まれておりますけれどもこうしたグローバルサウスの動きを最近は無視できないということはさまざまな報道でも言われています双方の間に国連中立軍 PKO による広い干渉地帯を設けてこれを攻撃することは強く禁じ砲弾やミサイルで干渉地帯を越えて相手の陣地を攻撃することも禁じる。 こうした緩衝地帯の設置と武装中立軍の緩衝地帯への常駐の中で戦争をまず止めるそしてそこから話し合いを継続するということが今グローバルサウス中国インド ASEAN アアすなわち G20 の国々から要望されていることです。この3つを簡単に説明して私の意見としたいと思います。 1一つ目は最も重要で危険なことは、えー、まあ双方が核兵器を絶対にウクライナで使わないことを確約すべきであります。3月末にイギリス軍は劣化ウラン弾をウクライナに供与しました。これはもう過去形です。ロシアはそれに対してベラルーシの戦術核兵器を配備、えー、支持しました。 えこれは、えーとまあ、将来形というんですかね、えー、準備を進めているということです。イギリスが劣化ウラン弾をウクライナに脅威をしたということは非常に大変なことでありますが、イギリスは劣化ウラン弾は核兵器ではないと言っています。劣化ウラン弾は核兵器であり、えー、戦車を貫いて内部で爆発するだけではなくて、人体と地球に残り、長期に地域と人々を汚染します。 イラク戦争でアメリカとイギリス軍が劣化ウラン弾を大量に使ったことは明らかになっていますセルビア・コソボ紛争でもアメリカは劣化ウラン弾をセルビアで使いイタリア兵が被爆してこれに EU が起こりヨーロッパで核を使うのは何たることかということで大問題になりアメリカはヨーロッパには謝罪しましたこれらを照らし合わせると米はウクライナ東部をヨーロッパと見なしてないということ eu を含めてウクライナ東部では劣化ウラン弾を使うことととを容認したというここですこれにロシアが戦術核を使えばウクライナ東部で核戦争になる可能性がありますが、えー、ここではあまりにもロシア国境に近いがゆえにロシアが核兵器を使うことは自国への影響を考えても使えないと思います。えー、ロシア国境と、えー、いわゆるあの ロシアウクライナ東部は数十キロから100キロ程度、まあ、あの東京を中心から八王子あるいは川口湖あたりのところですので、逆にロシア側が使えない、イギリスは核兵器ではないと言って使っているということです。で、えー、まあこのことはすごく大きな意味を持っていて、えー、まあレウラン弾だけで東部のウクラのスラブ人は えー、ウクライナ人、ロシア人そして植物、動物も含めて長期の被爆が予測されますイギリスの劣化ウラン弾ン供与は即時中止しおよび撤去されるべきであります事態はすでにウクライナでの核兵器使用に向かいそれをイギリスが西側が始めたということです。核の使用ははウウラランダンも含めて即時中止し イギリス本土やフランスにおいてはかな絶対に使うことがありえないとすれば、この事実は、先ほど伊勢崎さんも言われたように、非常にカラードに対する、あるいは、えー、欧州の東部に対する人種差別、あるいはダブルスタンドードがあるということを認識すべきだと思います。2つ目、 のそのえー、まあヨーロッパは割れているということなんですけれども多くの戦争継続論者は停戦すればロシアがウクライナの人々を蹂躙するとか戦争はロシアを国境から追い出すまで継続すべきだと言っています日本では特に6割から8割がそのような考えを守っていると思われています戦争継続の国家の論理でもあります戦争を継続する方が 戦場になっている国民に犠牲が広がり人々が死んでいくというのは自命の理でありますすでにこの1年間でロシア軍で20万人ウクライナ人で8000人の人々が亡くなっています勝つまで戦うこれは私たちの歴史でも聞いたことでもあります第二次世界大戦末期の日本の軍部の論理です停戦戦を遅らせることで沖縄戦があり 全土への無差別攻撃があり無差別爆撃があり広島長崎への原爆投下がありました死ななくても良い多くの人々が亡くなりましたえ私は被,被爆2世として無垢の市民の上に原爆を投下した非人道的な行為を非難するとともにそれが国家レベルでは停戦を遅らせることで行われた民衆に対する悲劇であると断言します 戦闘をやめることが連日殺されている国民のさらなる犠牲を止めるベストの選択です。停戦、seize fire は戦闘を止めること、それが人々の命を救うことでもあります。21万人近い人の命がこの1年で奪われているとき、猶予は許されません。3つ目はグローバル・サウスとの関係です。 停戦すれば東部は分断され戦闘は続くという論理がまかり通っていますロシアは決して停戦しないので行っても無駄だということも言われていますしかしロシアは戦闘開始後1ヶ月3月の段階でそれから6月の段階で昨年のクリスマスを含め何度もウクライナに対して停戦を要求しています現在も停戦に前向きです 停戦を認めていないいなののはウクライナとその背後にいるアメリカ、NATO ですどちらが停戦中にあ。どちらかが停戦中に攻め込むことを避けるために広い干渉地帯を設けそこにグローバルサウス中国インド ASEAN アアなど一方を支持して武器を送っているのではない国々による国連中立軍 PKO Peacemaking Organization を派遣する必要があります。 国連中立軍を攻撃することは強く禁じられていますし現段階でロシアやウクライナがもし干渉地帯に国連 PKO が入ってきてそれを攻撃するというような行為は若干考えにくいと思います国連 PKO は報道関係者と共に入り両者を監視する広範な干渉地帯を設けるの必要があるのはロシアによってまたはウクライナによってブチャとか 解放された東部で相互に行われているようなお互いに相手の協力者を殺したり拷問にかけたりしていることを防ぐことですこれは今国連によって公正に審査が行われています、えー、ロシア軍だけではなくてウクライナ側も同様のことをやっているという事実が明らかになってきているからです もともと同じ国にあり、婚姻・親戚関係もあり、共に暮らしてきた2カ国であります。国境を挟んで非常にい近い、えー、地域にある人たちです。入ってきた軍隊に善意で、あるいは殺されないために協力してきた人たちは多数いると考えられます。その人たちが次に入ってきた反対側の軍隊によって密告され、殺されている現状があります。 ブチャの出来事あるいは東部の解放後にそれぞれを助けようとした善意の人々が殺されているということを避けるために撤退だけではたとえロシアが東部から撤退した後もロシア軍を受け入れた人々新ロシアの人々が後半に殺され虐殺される可能性もありますそのためにも可能な限り広い干渉地帯を設けそれを常駐させそれぞれの軍隊の またワグネルやアゾフなど外国人傭兵部隊の蛮行を見逃さないための中立軍監視軍を入れて世界が監視する必要がありますたとえウクライナ軍によって全土が解放されても現地での民間人に対する疑惑と殺戮は続くとも解釈するべきであります完全な国,立国連中立軍と報道関係者が入ることが極めて望まれています最後に一言です 国際社会と平和を望む市民そして、えー、全世界の報道関係者は広くこうした事実を多様な事実を、えー、報道し世界の世論を国内国外で拡大し即時停戦を実現していくべきですそうなると国際社会の承認のまま劣化ウラン弾で戦車も貫き通されて兵士が次々と死んでいき、えー、そこの場は えー、食べ物も食べていけないようなチェルノブイリの二の舞がウクライナ東部で行われることは必至であります戦,戦闘地域のウクライナの東部が核で汚染されていくそれが西側の兵器によって行われていくという歴史的汚点を私たちは避けなければなりません広島サミットではぜひレッカウラン弾を戦争では使わないそして東アジアでも使わせない いうことを明確に発信していくべきであります以上ですありがとうございましたありがとうございましたあのこの他に市野川先生からあのコメントをいただいてるんですがその前に、えー、ここまでの質問ご意見ご批判などありましたらお願いしますはいどうぞ佐藤さん 旅館金曜日の佐藤です5日の記者会見に出れなかったものですからあの繰り返しになるかもしれませんがあの先ほどの伊勢崎先生、幅、えー、先生のお話からある意味、すでに回答は出ているのかもしれませんが先日の G7 外相の共同声明でロシアに対する即時無条件の撤退を求めました。G7 のの外相の共同声明に対する 評価をお話しいいいたただきたいというのが1点もう1点、石井先生のおが触れられましたウクライナ国民の総意総意ではないかもしれないがえ大半のウクライナ国民が求めていることあるいはそのウクライナ国民の利益という観点から見て今こそ停戦をと求められる提案についてどういうふうにお考えなのかこの2点をまず伺わせてください。 創意,につい創意という言葉が持つ意味は今僕のステートメントで言ったとおりであります。えっ、ー、と何ていうのかなこれは全ての戦争のつき,もの,つきものだと思います、ね。特に大きな戦争っていうのはほとんど民主主義国家が起こしますので。 あのつまり戦争をするという民意が醸成されない限りは民主主義国家は戦争をやらないわけですそれがたとえ自衛戦争であろうともですよね。特に分かりやすい外敵ができた時はこれは強まるということであります。で問題ははそのの総意が集団で向かかうううう先は一体どういいうここととになるのかっていうことを まあ当事者の国民たちはまあ見えなくなっていると考えるのがこれはあの考えるべきです。で特に今僕のステートメントで言ったようにそれを経験している国民が国の国民が言ってあげられるやるべきです。だから僕は今ウクライナ,ウクライナの人々の総意を批判してるわけじゃない。だって我々だうそうやっちゃった経験があるわけですから。 僕が今言ってるのは言ってるのはそれを見守る外の我々特に我々は安全地帯にいるわけです。で混乱の中で混乱の中で戦うという戦,戦,うという戦意総意を唯一の言い所として今生き延びている人たちに対してどういう批判ができましょうか僕はできません。 だけどそれを周りで見ている安全主体に見ているつまり代理戦争の主たちに僕は言ってるわけですその末路をビジュアライズするのが我々の役目ではないかということですいいでしょうか,か僕はウクライナ国民に対して批判はあのあの何もありませんはいあの <coughs> G7 の声明につきましてですね、<coughs> えー、申しますと、ソ連、ロシア軍を全面的に撤退させるんだという、そのところまで、自分たちはウクライナを支援すると、ウクライナに武器を与え、そして戦っていくというふうに言っておる、そういう声明ですね。そうするとじゃあ どこまでつまり、えーえー、行くかという問題ですがあこの点について明確にしていません、えー、明確になってるのはウクライナが定期している、えー、勝利を目指して、えー、進むんだということでその内容はクリミアを取り戻してそして、えー、ウクライナロシアから<え>ソ連から 独立した1991年の国境でですすねそこまま戻るんだといいう,うに一応出ていますでしかしそれをやるということになったらああつまりクリミアを取り戻すというためにクリミアからロシアを追い出すということにまで戦争するということになると戦争は必然的にロシア領内に対する戦,戦争に 転化していくことになるわけですがでこの点については非常に曖昧なままですすでにアメリカはああクリミアを取り戻すということは不可能であろうということをブリンケンの議論の中で議論しているということをワシントンポストにリークしていますそういうことでいうとつまりどこまで戦争を続けるつもりかそして 武器を与えてててウクライナににに戦争させせるつつももりかとといいいうこ G7 は明確に何もしていませんえ非常にある意味では無責任なことになっていますのでつまり停、えー、戦ということによって停戦交渉によって戦争を外交的に終わらせるという以外ないということがアメリカはしばしば表明していることですがそれについての説明は何もないままにこの度のような G7 の声明が出ているるととうことは非常に危険であるつまり戦争というものを拡大していって最終的には世界戦争にしてしまうというそういう道に立っている立とうとしているというかのように見えます。これは非常に危険なことであって、えー、無責任である G7 の態度としては無責任であるというふうに私たちは考えています。 1点目の,の G7 が言う即時撤退についてですけれどもお二人も言われたように基本的ににはあありりない状況にあります、えー、今ロシアとウクライナはまあえっとほぼ互角あるいは若干長期的にはロシアの方が強力であるというふうに見なされていてでだからこそ現在劣化ウラン弾が使われ始めそして えーまあ、この夏の、えー、強力な攻撃以降もしあのそれで決着がつかなければ来年の春には停戦に向かうかもしれないということが、えー、アメリカ欧州によっても言われています。でえー、来年の春にまであの劣化ウラン弾を使った 強力な戦闘が行われると、さらに大きな国民の犠牲が出てくることになると思います。だからこそ私たちは、その核兵器を使った戦闘に行く前に、即時停戦ということが極めてウクライナ国民のためにも重要だと考えています。2つ目のウクライナ国民の総意ということですけれども、何が総意ということを戦争時であの果たして客観的に言えるのでしょうか。 ウクライナは繰り返し出している世論調査は2000人の世論調査で東部の戦闘地域は含まないと言っています2000人がどの2000人なのかというのは、えー、極めてあの難しいと思いますたとえ,ー、例えあのそれが非常に客観的な2000人であったとしても戦闘がなされてない西部と中部のウクライナの 2000人であるということ、そしてその2000人の総意が、えー、ウクライナ国民の総意として言われているということは、あの私たちまあアカデミアあるいは報道関係者、えー、良心的な国民であれば、あのきちんと考え直す必要があると思っています。えー、そしてそのアンケートを取られたときに戦争に反対であるということを表明した。 時のそののそ人たちの危険性ということを考えて果たして戦時のアンケートが国民のきちんとした意見を反映されているのかという問題はあると思います。私はこの夏昨年の夏にポーランドのポズナニに行きましたけれどたくさんのウクライナの女の子たちやお母さんたちが来ていました。男性は難民として出らられないからですね ほとんどの人たちは帰りたいと言っていましたし、半分ぐらいはもう帰ったっていうふうに言われていました。えー、国外で生きることがいかに大変なのか、えーまあ、お父さんやあの息子がいない中で、えー、生きることがいかに大変なのかということは、アンケートを取らなくても分かる内容であると思います。えー、とりあえず以上です。ありがとうございました。あありががととうございました。ちょっとマイクがここにああるので、 続いいてもう一つだだけ聞かせてくださいあのこちらの今こそ定戦をのこのステートメントの最後のパラグラフに、えー、と2つ伺いたいんですが私たちは日本政府が G7 の意を受けてというこの G7 の意を受けてとていうのは、まあ、G7 サミットの議長国であるので G7 の意見をそういうふうにまあ取りまとめる指導してほしいという。 という概念があるのかなと思いますがそこを伺いたいのと最後ですね願っていますという言葉で終わってるんですねなぜ求めるではなくてですね願うなのでしょうかあのせっかくの、えー、意見広告こうした形で日本市民の宣言ということであるならば求めるという言葉を選んでもよかったように思いますがその点2点だけ伺わせてください <laughs> えー、実際のところ G7 の考え方 G7 のこれまで出してきた意見というようなものを立場というものはあよく分かっていましたので、えー、私たちが G7 に対して停戦、えー、の方向に 進んでほしいということを言っても聞いてもらえるというふうな考え方にはなりませんでしたで、えー、欧米では武器の援助はするのはいいとしかし武器の援助をすると同時に停戦のためにも努力 するようにすべきだという意見が提案されている。そういう意見が出されています。アメリカでオルシア・コルテスら民主党の下院議員が30人が出した即日取り消された声明でもそういうことを述べられています。それから我々の中のこの署名に加わっている代表者の中にも。 そういうい意見はあります一方では武器の援助をするということもあってもよいしかし停戦ということを進めるべきだという意見もありますがしかし G7 にそういうふうな提案をするつもりは我々はありません、ね、ですから G7 に対しては武器の援助ではなくて停戦の方のために動いてほしいと願うけれどもですね それを要求して勝ち取るというようなことは不可能であるというふうに考えております。だから文章としては我々の希望を最後に述べたということです。それでしかし同時に我々は日本の日本にいるものとして日本の政府がやはり停戦のために仲裁に に働いいいいててほしとう願いを持っております岸田首相に対してですね中国インドとともに停戦の仲裁の方向に動いてほしいということを願っておりますがこれも願って入れてもらえるようなそういう現実的な希望の提案ではないので従って表現としては 一歩引いたような表現になならざるを得なかったとこういうことだと思います。はい。三十秒すみません。えっと G7 の意を受けてということに関連してなんですけれども、えっと G7 の中の唯一のアジアの国であります日本は、そして開かれるのが広島という世界で、えー、まあ唯一日本で。 原爆が広島とと長崎に落とされたという地でありますその意味では G7 の他の米欧と異なってアジアのそして原爆被害を受けた国として、えー、二度と劣化ウラン弾を含む核の戦争は地球上では起こさないということは言うことができるのではないかと思いますし場合によっては岸田さんも核のない世界を目指すということを 言われるかもしれないというようなことも出されておりますので、そこはあのぜひあの、えー、首相も、えー、勇気を持って言っていただければありがたいと望んでおります,以上です、はい、残り5分となったので、2問ぐらいしか受けられないと思うんですけど、どうぞ、お名前から、フリーの川端といいます。一つ 2つ言いますえっ、ー、と、署名の数が少ないですよね、でこれ、デスク持っていくと、こんな少ないので気にならないという、言われる可能性があるんですよ、だからそれに対して、だけどもなんとかだっていうのが、そちらであったら言ってほしいというのが一つ、それから、あのここに広島にサミットの集まりの皆様、なんとか煽るの戦争をあおるのなく交渉のテーブルを作ってくださいって、日本語で書いてあるんですけど、 英文のもし広告を出すとしたらそれをまず英語でパチッと上の方に出した方がいいんじゃないかと思いますがどうでしょうか確かに署名があの伸びが、えー、少ないということではありますけどしかし我々が今まで、えー、署名を集めてきました。さすでに これが4回目のる企画ですのです、まあ、そ,それに比べれば署名の今の伸び方は、えー、あのそ,それほど遅いということでもないやはりかなり集まっているという感じを私たちは思っています。それで、えー、さらに集めなきゃならないということがありますので2回目の記者会見もし,しているわけでさらにいろんな工夫をこれから していこうということで、まあ、今にあそこにある T シャツの問題もとかバッチの問題とかうようなことにようやく出てきているような状況です。でまあ,あの、えー、署名の数はこうでありますけどもしかし日本の中の雰囲気としてはあー我々を支持してくださってるジャーナリストの方々のこともありまして、えー、そういうメディアの動きもありますので、えー、この署名の今の数 よりはもう少し国民の広い層に、えー、この意見は共有されるものと信じています、えー、ですから、えー、ご指摘の通り今まだ貧弱な結果ですけどさらに進めてまいりたいと思います、えー、それで、えー、今最後にご言ってくださった件につきましてはあのー 受けたまわって検討したいと思います。今日はあのお見せしています案はご意見を伺ってさらに最終的なもので考えていこうとしておりますから、大変ありがたいご意見だと思います。一ノ川さんの読みます、読みます。え、じゃあすいません。一ノ川えっと安高先生でしたっけ、吉高先生。 えっとですね、今回の声明は去年2022年3月末に和田春樹先生、羽久美子先生、富田武史先生、塩川信明先生らが憂慮する歴史家の会としてロシアに即時撤退を求めた声明を前提としこれを継承するものだと私は理解しています。すなわちロシアのウクライナ侵攻と国際法違反を非難し ロシア軍に撤退を求めることを当然の前提とし、その上でロシアとは別に G7 のリーダーに当てられた声明です。私たちの声明に対するロシアに対して何も言ってないなどの非難、非難批判は執刀、えー、です、当たっておりません。ウウククラライイナナににごめんなさい今のがやロシアに対して何をすべき かを論ずる前に日本に暮らす私たちは日本国憲法の特に9条が私たちに何を命じ何を禁じているかを改めて確認しなければなりません私たちの今こそ停戦をという主張をなじる人たちは西側諸国が行っているウクライナへの軍事支援を当然とみなし私たちの声明がそれを邪魔していると非難しますがそういう人たちには逆に基本的なことをお聞きしたい 日本はウクライナに対して戦車や戦闘機の供与やその使用等に関するインストラクトといった軍事的支援ができるのか今5月のサミットに向けて自民党内では武器輸出の大幅な緩和に向けた動きが見られますがあなた方はこれを是とするのかはっきりお答えいただきたい3他方ウクライナに対して軍事支援を行っている西側諸国内にもこれを疑問視し これに反対すする声が強くあります例えばドイツの放送局の ARD が本年1月に実施した世論調査によればドイツのウクライナに対する戦車供与に賛成のドイツ人は46%反対は43%です若い人ほど反対が多く18歳から34歳では反対が52%賛成は37%にまで下がります。 戦闘機の供与については同じく ADR の2月中旬の世論調査では反対が64%で賛成は23%に過ぎません社民党、緑の党自民党の連立政権さらには現在は野党のキリスト教民主同盟 CDU は軍事支援に積極的ですが世論調査で浮かび上がる民意は必ずしもそうではない 民意と連邦議会の間にズレが生じているように思います。本年2月に左翼党のザラ・バーゲンクネヒトたちが始めた即時訂正を求める署名活動は現在一般人の署名が78万室を超えています。4、即時訂正を求めるバーゲンクネヒトらの署名活動に対してはもちろんウクライナへの軍事支援の 軍事支援の必要性を解く人たちからもする強い批判が向けられていますこの問題をめぐってはドイツの世論も真っ二つに割れていますそのドイツで今両者が折り合っているのはさらなる軍事支援かそれとも即時停戦のための交渉かという二者択一ではなくそれらを両輪として戦車等の供与に,によってロシアのこれ以上のウクライナ侵攻を食い止める努力をしつつ 同時に停戦に向けた交渉の準備を進めようという考えです。誰しも停戦とさらには和平を一刻も早く実現したいと思っている。軍事支援も停戦交渉もどちらも目的は同じだということで折り合っている。G7 の他の国々もこれと同じような状況にあると思います。5. ドドイイツツは G7 G7 ののつににぎませんが、ドイツを含むのリーダーダ対して、 日本の私たちは何を言うべきなのか両輪の片方である軍事支援は日本国憲法の第9条がある以上私たちにはできませんウクライナ問題を一種の例外状態として利用し集団的例外状態かっこ C シュミットとして利用し集団的自衛権の時と同様なし崩しの解釈改憲によって日本の武器輸出をさらに大幅に拡大しようという動きは これを断固阻止すべきだと私は考えます。私たちは人道的支援などの非軍事的手段によってウクライナの人たちを最大限支援するしかありません私たちには両輪のもう片方である即時停戦に向けた交渉を前進させることしかできませんしかしそれは G7 諸国内の人々の声に応えるものでありまた何よりもウクライナの人たちの命が これ以上犠牲にされないために強く望まれることであるはずです。以上、えー、一農家は吉高さん。あのこの方はあの最初の署名者のお一人です。記者会見に出てくださるようにお願いしたところ、えー、今日は授業があって来れないということでそれであのこの文章をやらせてくださいました。えー インターネット上で、フェイスブックで、生命に対する批判する人たちに対して、論争してある、そういう立場から、今日の文章を寄せていただきました、ドイツの中の動きにつきましての理解については、考え方としては、私が最初に申し上げた考え方も、 あり、この考えもあるということでございます。以上でございます。どうもはい、終わりですね。はい、あのこのコメントからも察することができるように見えない。逆風の中に、この署名や役なドファンディングがあります。数は2800で少ないじゃないかとそれはおっしゃる通りなんですけれども、実はこれが意外とその通常の署名より価値のある数なのではないかと。 思っておりますどういう逆風かというのもあの調べていただけたらと思いますえクラウドファンディングでは T シャツとパッチを追加しましたその他にも石崎健二さんがトランペットを吹くとか幅久美子さんが歌う歌うとかそういうリターンも追加で投入しますのでぜひそちらもご注目ください 今日はお集ままりりいいたた。だきありがとうございました続きの質問がある方もいらっしゃると思います。とりあえず廊下に出て、廊下で先生たちにあの聞いてください。写真何でも撮ってください。今、私が寄った読んだ一ノ川先生のもあの、すいません、枚数がないんですが、1枚。 に参ります。あのお持ちください。あるいは写真を撮ってください。今日はどうもありがとうございました。すいません、先ほどの質問にいいですか？はい、えっと日本の署名が少ないのは、やっぱりアメリカに対する遠慮と忖度があるのではないかと思っています。えっとイタリアでは、あのキリスト者のえの停戦要求にあっという間に100万を超える。あの署名が集まったんですね。ヨーロッパでも大抵。各国では数十万の。 署名が集まってるんですけれども日本の場合にはなかなか停、えー、戦に対するあるいはウクライナ戦争に対する、えー、反対の署名が集まらないのはあのそうです、ね、見えないところにおけるアメリカやあるいは日本政府に対する忖度があるあるいはその日本ヨーロッパのように、えー、キリスト教的なあの、えー、博愛精神というか寛容の精神が少ないというのもあるかもしれません。 以上です。すいませんありがとうございました。